ちを恐怖のどん底に陥れてやる。やったにゃ自転車ラストにゃよしよしよっはっはっはにゃにゃし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 ゃお兄ちゃん、お兄ちゃん、起きて起きて。ピント。サニーちゃんから電話。サニーちゃん。ハラッパ、明日シスターコーンのガレージセールがあるの。付き合ってくれる？いいよ。私のお買い物した荷物持ってくれる？いいよ。はあ。電話。サニーちゃんとケイティと約束してたんだ。おはよう、サニーちゃん。まいよ、これ、まい。自転車。あれ？自転車がない。うわー！僕の自転車がない。さあ、シュートだ、PJ。これ。バラッパ。PJ、どこ行くの？サニーちゃんとケイティとガレージセールに行く約束があるんだ。僕との約束は？僕との約束、昨日。PJ、明日バスケしよう。うん。朝からだよ。うん。絶対だ。うん。思い出した？思い出した。どうすんの？どうするって。PJ、バスケは？ちょっと休み。誰？クラブで知り合ったマット。誰は困ったな。僕はマット。昨日クラブで PJ と最近の音楽とマイブームについて語り合った。パラッパ、君の最近のマイブームは？いや、今答える必要ないよ。気にしないでくれ。よろしく。よろしく。笑うな。そうだ、笑っていられない。パラッパ。ケイティ、サニーちゃん。パラッパはガレージセールに行かなさそう。僕たちとバスケするんだ。それって本当？だから私たちと約束したわよね。僕たちとも約束したもんね。パラッパ。パラッパ。ガレージセール、バスケ、約束したわよね。パラッパ。僕とも約束したもんね。もんね。ああ、信じらんない。ね、そうだよ。僕だって信じられないよ。ああ。どっちの約束を守ればいいんだ。私ならバスケ。今ならコートの取り合いもなくゲームを始められるし。あんた誰？普通人に名前を聞くとき自分から名乗るもんじゃない。あんた見れば見るほど無教養よ。なんなのこの女。この女じゃなくてポーラ。教養あるポーラとでも覚えてもらうかな。イニシャル P。 僕も P だ。僕も。うう、ケイティ行きましょう。ガレージセール。サニー、どうしてよ。サニーちゃん、私、昨日この町に引っ越してきたの。バスケしよう。PJ の友達、面白い子多いね。サニーちゃん、行っちゃった。ガレージセールに。あんたもバスケするでしょ、ね。あ、僕。何あいつ。ケイティ、あんまり興奮すると便秘になるわよ。便秘？
やだ便秘でしょ。シスターコーンのガレージセールはいつも素敵なものがいっぱい。そうね、ガレージセールでいいもの買いまくって。そうそう。よし、待とう。うん、ダンクだ。よし、僕の番だ。喉が渇いちゃった。え？コーラ買ってきてくれない？自分で買ってこいよ。引っ越す前の町では男の子が買ってきてくれたわよ。この町では自分で買いに行くんだ。まあまあまあ、僕が買ってくる。買ってきたよ。あれ、ポーラは？帰った。あいつ何考えてんだかな。わかんない。なんで？おかしいわね。昨日までは綺麗なチェリービーンズができていたのに。この辺は1960年代に流行ってたのね。向こうの1970年代のよりサニーにはこっちの1960年代の方が似合うわ。私もそう思う。買っちゃおうかな。サニー、1970年代の方が内容があるわ。内容？スカートに内容なんてあるわけないでしょ、ケイティ。何よ。あんたセンスない。あんた私に喧嘩売る気？喧嘩売るなんて、ケイティ。あんた教養もセンスもない上に品もない。あんたにそんなこと言われる筋合いはないわよ。あるのよ。ないわよ。ある。ない。ある。ない。どうしよう。ボールがない。取られた。払った。サニーちゃん、ケイティと昨日引っ越してきた女の子が。ポーラ、喧嘩になっちゃって。PJ も来て。喧嘩を下手に止めると妙にこじれて大問題になる危険性がある。どうしようかな。ケイティとポーラが喧嘩。女の子の喧嘩。あんたより私の方が綺麗。冗談じゃないわ。私の勝ち。私の勝ち。待て待て。喧嘩を止めるよ。うわうわ。ギャアラッパ。この二人、喧嘩はやめるんだ。いいよ、カラッパ。あんた、いい子ちゃんぶってるの。喧嘩。うわ、今回もよく売れました。この時間までの売上金は金庫に入れておきました。さて、あとあれが売れて、あれも売れて、あれとあれが残ってた。ミスターコーン。え？騒ぎを起こすガスター。俺がもうすぐかガスター。ガスガス。金庫があるガスター。あの金庫の中にはこの金庫の中には
いや、もっともっともっとももだたたがたないよ、あるのどんな内容なのよ。ガラッパ、二人の喧嘩をやめさせて、お願い。サニーちゃんのお願い、僕が喧嘩を止める。二人とも喧嘩はやめるんだ。痛い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 。ガラッパもこんなんだっちゃ。伸びてる。僕伸びちゃった。伸びてる。あー、サニーちゃんが一番笑ってる。笑われてる場合じゃないわ、パラッパ。え、どいてた方がいいわよ。あの生意気女を怒りのケイティパンチでノックアウトするわ。じゃあどいてる。どうせそんなセンスのない名前のパンチじゃ大したことないから解くことないのに。あんたいちいち失礼よ。うん、じゃあここにいる。だいたいさっきからなんだか全然いつもの自分じゃないよな、っていうか自分のペースじゃないような気がしてたの。もっと理論的に考えて困難にも冷静に対処するのが本来の私。あ、そういえば私もなんかいつもと違うかも。私の真似しないでよ。別に真似じゃないわよ。私ってもともとそんなに理屈っぽいの好きじゃない方だし。ケイティとポーラって似てるかな。みたい。 PJ、 それドーナツ？そう、なんとなく分かってきたけど、あんたポエティックじゃない。そう？ところでさっき言ってたセンスの悪い名前のパンチは私をノックアウトするの？なるほど、あくまでも私を挑発するのね。 OK、 いいわよ。 PJ、 それドーナツ？みたい。自分の名前をつけるほどのパンチかどうか私が見極めてあげるから。はい、どうぞ。怒りのケイティパーン！もっとやめとく。あやっちゃった。シスターコーンに怒られちゃう。あら、あ、シスターコーン。ケイティ、ダメよそれは。ごめんなさい。金庫返して。え、あ、金庫、あ、どうしたの？ケイティがガレージセールの売上金の入った金庫盗んじゃいないわ。でも持ってる。だからこれは違うの。ケイティ、3人まで。おお、ケイティ、ハラッパもやめて。ケイティ、いけないよ。あなた誰？マット、昨日クラブで知り合ったんだ。そうなの？よろしく。 PJ とは昨日クラブで知り合った。最近の音楽とマイブームについて語り。だってここでは今ガレージセールの売上金が入った金庫をケイティは盗もうとしたのかということが問題になってるけど、ケイティがガレージセールの売上金の入った金庫なんかを盗むわけがないわ。ポーラ、ケイティ、ここに勤んできた時誰かいた？そういえば誰かとぶつかったかも。そいつが犯人かな。こんなところに自転車か。あ、犯人はこの自転車に乗ってきたんじゃないかしら。僕の自転車だ。犯人はパラッパ。なるほど、決まり。冗談じゃないよ、この自転車今朝盗まれていたんだ。ってことはパラッパの自転車を盗んだ犯人がガレージセールの売上金の入った金庫を盗もうとした犯人？正解だ。あ、ガスター、まだどうしましょう。俺様はガスター。パラッパタウンを恐怖のどん底に落とし入れてやる。ガスター、それ僕の自転車だぞ。本物の悪党だわ。来てない。あ、待て、泥棒、誰か捕まえて。パラッパ追いかけて。あ、そうだよね。でもどうやって？そう、これこれ。うん、これはいいね。よし、待てー。パラッパかっこいい。なんか頼りない。そうそう、そう言われるとそんな気がする。なんか足りない。そうそう、私たちでなんとかしなくっちゃ。それだ、あなたたち話が合ってる。うん、ほら、さっきはありがとう。いいっていいって。ねえ、パラッパのために何するの？シスターコーン、商品の古着をお借りしてもよろしいでしょうか？どんどん使って。
でも問題はどうやってパラッパに追いつくかだわ。もう見えなくなっちゃったわ。これで終わりましょう。やった。ああどうしよう。そうだな、バスケの続きやるか。そうしよう。ゲスト、行き止まりでゲスト。待てー、もう逃げても無駄だ。この俺様の自転車をあげるから逃がしてゲスト。この自転車はもともと僕んだ。そうかい。パラパ、ちょっと。え、はい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 、こうなってこうしてこっちに動かして左足を右へ、うん、できた。うわ、うん、かっこよくなった。この隙に逃げた。追跡するのにもそれなりの格好をしなくちゃね。そうそう、私たちも追いかけよう。動かなくなりました。ならないかしら。なんとかしちゃいましょう。パラッパー、なんだ、うるさいな。止まっちゃダメだ。工事なんかするんだよ。バスケできない。助けてー、お助けてー。何が起きてるかわからないけど逃げよう。あ、僕もガスト、待てー。やっぱり動かないわ、ジェリービーンズ製造機。金庫を追いかけていった皆さん、どこまで行ったのかしら。あんたたち、ん、逃げなくったっていいじゃないの。逃げたっていいじゃないか。それはないんじゃないの。それはある。まあまあ、ここは悪党の俺様に免じてだよな。あー、止まらない。ガタン、うわっ、ちょっと、うん、焼酎のジェリービーンズ製造機直りました。やったほら、これ。うん、シスターコーン、お返しします。ありがとう。ほら、ケイティと仲良くなれた。え、ね、よかったよ。DJ、ジェリービーンズスーパー、イエーイ。Stop it.
パタウンの古い劇場が今度壊されちゃうらしい。花屋のドロシーさんがこの劇場になんだか大きな思い出を持ってるというか隠してるというか、まあいいや。次回は劇場が壊される。じゃあね。